はい、急遽なんですけど青森のねぶた祭り見に行ってきましたただですね着いたらもう19時40分ぐらいでして、まあ、19時20分から開始ということでえー、えー、一番初めに来たのはパナソニックさんだったんですよね てことはですよ、青森市民県庁ねぶた、2組、ヤマト運輸、青森市 PTA、消防第二分団、青森自衛隊、これ見れなかったんですよね。特にですね、今回、青森市民ねぶた、岸坊人、この北村麻子さ,さんの、これがですね、最優秀政策写賞を取ったんですよ。 なのでですねこれはちょっと見たかったんですよねしかもなんか「ワラっせ」で展示しないような話みたいですね普通最優秀制作車賞って展示するもんだと思ってたんですけどどこで展示するんだろうっていうのはちょっと気がかりですねまあ JR ねぶたとですねあと NTT ねぶた見れたので、まあ、すごかったですねこれ良かったですね まあただですね、ヤマト運輸のね,ね、ねぶたというか、この運行羽根図書で、これ見たかったんですよね、やっぱり。まあ、昔、もう今やってないのかな、黒猫さんにゃ、黒猫さんにゃ、黒猫ヤマトの宅急便、それ、わせらわせらわせら、わせらわせらだったかな。なんかそんな、そこ、すごいね、 みんな飛び跳ねてたんですよ。今年はやってたのかな、やってないのかな。去年もやってなかったような気がするな。まあでもね、ハネトシを取ったということはやっぱり盛り上がってたんでしょうね。見れなかったの残念です。